岡田武さんをお迎えしています。岡田さんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ間もなくキックオフとなります。いい試合を期待しましょう。そうですね。さあ試合が始まります。グラフィッチ、カーレンベルグ、やはりうまい。体を入れ替えてボールを奪った。セスク・ファブレガス、ここにサニアがいます。スローインでの再開はアーセナルボールです。ボールにはウォルコット、ボールにはファブレガス、ミシモビッチ、強い、体をうまく使います。ボールを取った。マルティンス、グラフィッチ、ナスリ、スペースを狙ってきた。シュートに行けるか。中には入れさせない。ミシモビッチ、ジェコ、さあゴールの方向を向きたい。ボルシュブルクのコーナーキックでチャンスが続きます。振り抜いた、コーナーキック。ヘッドだ。このヘッドはバーの上。惜しかったですね。ジェコ、マルティンス、グラフィッチ、しっかり読んでいた。アルシャビン、マドゥルング、ファブレガスです。テオ・ウォルコット、攻撃に厚みを出してきます。カーレンベルグ、マルティンス、ちょっと危険なプレーでした。フリーキック。さあ岡田さん、アーセナルですが今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。はい、こういう自分たちとほぼ同レベルの相手に対してどのような試合をするかは重要な問題ですからね。大事な試合ですよ。キレキレだ、ファンペルシー。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。アーセナルといえばよく多国籍軍団として注目を浴びることがありますね。まあありますけどね、アーセナルのためにプレーしてくれる選手であればサポーターからしてみれば国籍なんて関係ないですよ。ロビン・ファンペルシー、グラフィッチ、オバフェミ・マルティンス、スローインはアーセナル。ディアビ、ジェコ、オバフェミ・マルティンス、クリシー、グラフィッチ、あっとこぼれた。ファンペルシー、ジョズエ、味方が上がってチャンスを作りにかかります。ウォルコット、シェーファー、このプレーはフリーキック。
もうボールが動いてますよ。ヤン・シムレク、カーレンベルグ、空いたスペースに走り込みます。ジェコ、ディアビ、ここでフリーキック。パスコースにはディフェンスがいます。サポートも寄っていく。ボールを失った。トラオレ、クリシーがさりげない存在感。アンドレイ・アルシャビン、ファンペルシーが行きます。これはパスカット。マルティンス、気は抜けない展開です。前がかりに仕掛けていきます。あと選手が一人、どうやら怪我をしていますね。これはまずいですね。動ければいいんですけどね。どうでしょうかね。ジェコ、グラフィッチ、ジョズエ、マルティンス、ゴールが見えてきた。コーナーキック、ボルスブルグ。ナスリがここにいました。動きに躍動感があふれます。ウォルコット、ファブレガス、ファンペルシー、ゴールが見えてきた。イエス、ゴール決まった。ゴールを決めて、そしてビシッとパフォーマンスも決まります。試合を動かす力を持ってますね、岡田さん。はい、派手にパフォーマンスをすることで煽ってですね、試合は自分たちのもの、そういう雰囲気を植え付けてしまいましたね。ボールがセンターサークルに戻され、再びキックホイッスル。アーセナルボールです。ボールにはウォルコット、ジェコ、仕掛けてきました。このパスはダメでした。通りません。セスク・ファブレガス、ファンペルシー、雰囲気があります。アルシャビン、勝負どころと見たか、前に飛び出します。この動きがアルシャビンです。ゴールが見えてきた。チャンスの匂いのするパスです。サミル・ナスリ、オバフェミ・マルティンス、ジェコ、ここで前半終了です。アーセナルがリードのままハーフタイムを迎えます。ハーフタイムとなりました。解説の岡田さん、前半戦はいかがでしたでしょうか。はい、スコアの差がそのまま